タイガースの先発はファーム初登板、先日一軍登録を抹消された伊藤将司。立ち上がり野口をセカンドゴロ、現バットを折ってショートゴロ、バット砕けています。そして3番頓宮、去年のパリーグ首位打者ですがセカンドフライに抑えて三者凡退の立ち上がり。バファローズ先発は川瀬、ファーストライナー、山中の好プレーがありまして遠藤の強い打球を抑えました。そして片山ショートゴロ、両チームの先発ピッチャーが三者凡退の立ち上がりです。2回の表のオリックス、ここもバット折れます。佐藤輝明少し送球それました。さあ2回の裏です。この回先頭の佐藤輝明、いいバッティングですがまたもやファインプレーが出ました。オリックスのファースト山中です。ここは杉本のスライディングキャッチ、好守備が連発のオリックスですがタイガース7番高卒2年目の逸戸日向生、レフト防球ネット直撃、今シーズン1号ツーランホームランで先制です。3回の表オリックス、ここはいつもスライディングキャッチ。中盤です、なかなか相手にバッティングをさせません。バットもどんどん折っていきます。伊藤5回まで無失点、しかし5回の裏川瀬も負けていません。オリックス先発長坂見逃し三振、山田修也空振り三振、高寺も空振り三振。3回以降は試合動きません。7回から2番手のマウンドは青柳対杉本という、去年日本一を争った両チームの主軸主力同士の対戦がありました。 T 岡田も代打登場ですが空振り三振。8回の裏タイガース、マウンドには3番手の中田唯翔、ワンアウトからルーキーの山田、三塁線破りますツーベースヒット。その後ツーアウトとなって途中出場の戸井、三遊間突破、前進守備のレフトの前に打球が行きまして2アウト3塁1塁、代打の豊田はピッチャーゴロ、タイガース追加点なりません。ずらーっと3回以降はゼロが並びまして9回の表もタイガースマウンドは青柳です。最終回最後途中出場の杉澤ライトフライに抑えて試合終了。勝ち投手伊藤将司、敗戦投手が川瀬、そして西武が青柳につくという結果になりました。尼崎の地に新たなシンボルが誕生、阪神タイガース新ファーム施設。そこでは若虎たちが躍動し安らぎの笑顔があふれる。すぐそばに選手がいる、すぐそばに野球がある。2025年ゼロカーボンベースボールパーク誕生。